時代劇専門チャンネルは日本映画放送株式会社によって編成されるテレビジョン放送専門チャンネル内容は他メディアで放送された時代劇テレビ番組と時代劇映画が中心である日本映画放送株式会社の大株主である富士テレビや東方の制作番組制作映画が放送の主体であるが NHK など 他のメディアの制作番組なども放送している。スカパー、プレミアムサービス、スカパー、その他のケーブルテレビ、光 TV で放送している。かつては、モバキャスでも放送していた。サムライ風のマスコットキャラクターは、ジャクと名付けられ、番組開始時のアイキャッチや放送中に表示される、ウォーターマーク、番組、チャンネル案内に起用されるほか、キャラクターグッズも販売されることがある。 現在の主なキャッチコピーは刺激、感激、時代劇。それ以前は伝え続ける、作り続ける、を使用していた。2008年の調査では CES でトップの接触率を記録している。地上波での時代劇放送が削減されているため、加入者数は増加を続けており、2010年から2011年にかけての増加率は20%、 100万世帯以上で2011年9月時点での視聴世帯数は816.1万世帯を記録し最も人気のある有料放送となっている。視聴者層は中高年が中心で購買力があるために CM 販売も好調である。また、前述のように地上波での時代劇放送が激減していることを受けて2011年の 鬼平外でによるウサギのエモンを筆頭とする、新作オリジナル時代劇を制作、放映している。放送時間月曜日、金曜12時から13時、15時から24時放送時間月曜日、金曜7時から12時、24時から27時放送時間月曜日、金曜4時台5時台6時台にそれぞれ別作品4時台、5時台、6時台に、それぞれ、朝だよ。 番組名と名打っている。放送作品はその時々であり、シリーズ作の場合は最終シリーズまで同一時間に放送した後、別作品に変わる。なお、テレビスペシャル版の放送や特別編成で放送が休止されることがある。また、深夜から早朝にかけて放送される番組に関しては、チャンネル全体もしくは放送キャリアごとに実施される。 放送機器のメンテナンスにより放送休止となる場合があるため、メンテナンスを実施しない放送キャリアでは、通常の番組を休止し、長編作品を何本か放送する措置を取るを参照とのこと。毎週月曜日9、金曜13時代14時代は、長編枠が設けられ、いわゆる過去のスペシャルドラマなどの長編時代劇が放映される。ただし、 10代 t v シリーズで放映されている番組のシリーズ途中に出てくるスペシャル作品は10代 t v シリーズ枠でそのまま放映される。この場合、放映時間によってレギュラー放送の放送時間を変更したり、次番組の放映を翌日に回すなどの措置を講じる。年末年始等の特別編成が実施される日は、この枠がなくなることもある。また、原則木曜日のみ、 公日の池波翔太郎劇場の土曜日放送分の再放送となり放送する作品によっては2時間で60分もの2話分を放送することになるため場合によっては日替わり上編アワーの番組タイトルを外して放送することがあるまた2016年3月18日以降の毎週金曜日はやはり公日の大河ドラマ総集編劇場枠で放送された作品の 再放送に充てられる。なお金曜日は2014年11月より NHK 大河ドラマ天地人、龍馬伝の再放送に充てられるため日替わり長編アワーの番組タイトルを外している。現在放送中、もしくは放送予定の企画、次戦、深夜ゾーンも参照。過去に放送したアニメ作品で特筆するべき事例、終了した企画アニメ、特撮、 人形劇も参照。一家の番組は主に毎時50分頃から次の作品が始まる正時まで放送されているミニ番組が主である。ただし、横浜にぎわい座の番組と、竜ちゃん、松ちゃんぶらり、田んぼう東海道、時代劇法廷は通常の時代劇を放送する時間帯の定時の番組扱いとして放送されている。過去の番組は終了した企画を参照。 チャンネル開局以来初の音楽番組時代劇歌祭りザゴールドや実際に存在した脚本家チーム梶原金八パチと彼らを取り巻く人たちを描いたオリジナルドラマ天才脚本家梶原金八、パチ時代劇をテーマにしたチャンネル初のクイズ番組時代劇クイズ一等両断が制作放送されているありがとうございます